おもちのエキゾチックアニマルチャンネル始まります。イエーイ、謎のオープニングから、はい、久しぶり。今日はどこで撮ってるんですか。今日はそれは教えられません。内緒なんです。内緒なんです。でもなんかあの怪しいとこじゃないんで、怪しいところで撮ってます。やめてください、安心してください。高校生がいるんでやめてください。本当に高校生現場にいるんで。めっちゃ喜んでるじゃん。喋りません。喋りません。久しぶりですね。ああ久しぶりだね。みんな元気だった。みんな元気だったね。元気元気。ロビさん元気だった。ロビさん全然元気ない。で今日は久しぶりに、うん、まあどれぐらいぶり、うん、何ヶ月かぶりなんですけど、そう、うん、ね、一人じゃちょっと心もたないなと思って、岡本さんと一緒に来てもらったのと、あとイエイ、ロビさんも一緒に来てくれました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとう。あとロビンさんのお友達の、うん、いつかね出てくれた、うん、あのブライドサッカーの時に出てくれた、そうね、宴会部長のタケさん、 ありがとうございます。宴会部長だったね。もうそういう時期だね。うん、もうそういう、あ、でも今年なかなかあれか、ちょっとコロナでね、ね、今部長は宴会はないね。なあ、宴会ですか。集まれんね。そっか、集まれない、ね、野外で、野外で。みんなね、あの風邪ひかないように野外で、うん、やっていきましょう。あ、全然映ってる。というわけで、というわけで、はい、じゃあ、今日なんですけど、おうおう、今日どんなアニマルが来たんですか。あれなんですよ、冬寒くなってくると、はいはい、爬虫類とか小動物って、うんうん、やっぱり活動するのに限界があったりとか、うんうん、どうしてもストレスって大きくなっちゃうんで、確かに、うん、なんで冬ね、寒くなってきたから、うん、ちょっと今回は爬虫類じゃないです、うん、おお、休み、はい、おやすみ、うん、で、ちょっと今日は変わったね、思考を用意しました。思考を用意しました。今日何ですか。今日は、うん、閲覧注意です。いいね、先に言っときます、はい、前言い忘れちゃったことあったんで、うん、閲覧注意です。はい、大丈夫ですかね。はい、はい、今日は昆虫食です。イエーイ。手をここにパラブリッピーって出して、で昆虫食やるから。お願いします。お願いします。というわけで、うん、まあね、あの最近実はね、ちょっと昆虫食を食べる機会があって、お、うん、なんで、そうだよ、まずね、多分見てる人、昆虫食って何って何ってなるよね、うん、まあ、なんか昔からイナゴの佃煮とか、うん、まあ、そういうのがね、あったよね、うんうん、いろいろね、全国ね、うん、あったと思うんだけど、そうじゃない、うんうん、まあね、そうじゃない、そうじゃない、佃煮とかじゃない、うん、何だ。ドライフーズ、フード、ドライ昆虫、そう、ドライ昆虫、昆虫をカラッとさせて食べましょうっていう企画。企画ではないけどね、企画です。虫だよね。虫ね、虫、見た目まんま虫です。虫じゃないドライフードも、なん、あの昆虫風食もあったんだけど、今回はあえて虫感があるものを選んでみました。イエーイ。マジで、ちなみに、怖、今回ちょっと私が選んだのが、うん、で静岡県内でね、買えるのが1箇所かな、うん、しかないのかなって買ってきたんだけど、うん、あの私ヤモリとかね、トカゲ飼ってるよって番組で何度か、紹介してたんですけど、うん、そのね、ヤモリとトカゲちゃんがよく食べてたものをあったんで、そのね、あの気持ちを理解してみようと思って買ってみました。いやー、どんなものが来たんですか。まず、まずいきます。はい、未開封開けます。なんすか、見せて、待ってね、うん、蓋開けるね。あ、蓋がある、蓋があるね。蓋開けます。怖っ。怖くないね、ロミさん。怖い、怖くない。これ言わせるの。はい、はい、何これ、うちの子たちがよく食べてた、私も飼育してる、飼ってた、ヨーロッパイエコオロギ、イエコ、以前ね、番組でも紹介したことあるんだけど、実際ヤモリちゃんにイエコを与えてるね、シーンとかあったの覚えてる。覚えてる。そのイエコです。人間が食べる用のイエコ。もうイエコ。イエコです。と、あともう一個、うん、じゃあロミさん、これ開けてもらっていい。苦戦してるじゃん。ロミさん、開けて、中取り出して、はい、
ありがとう。はい、これは、はい、これはバンブーワーム。バンブーね、竹の芋虫。そこは分かる。本当はね、シルクワームもあったの。竹芋虫。おかえこさん買ってこようと思ったんだけど、ね、うちの子たちが食べてるのがおかえこさんだったんで、なんだけど、なんかね、バンブーワームの方が美味しいってことで、バンブーワーム美味しいで、買ってきました。はい、はい、で、バンブーワームってね、なんだろうと思ってちょっと調べたんですけど、はい、竹つとがって呼ばれるガの幼虫だそうです。ガの幼虫でね、書いてあったんだけどね、これめっちゃ美味しいらしい、って書いてあった、売ってるとこに。これいくらするの、ちなみに。これ1100円、このイエコが1100円。はい、でね、バンブーワーム美味しいからかわかんないけど、うん、1600円くらいかな。マジ普通に美味しいもの食べれるじゃん。でもほら、あともう一個、ごめんなさい、ちょっと袋が違うんだけど、カブトムシ食べちゃダメだよ。乱獲してきたわけじゃないんだよ。食べちゃダメだよ、ね、乱獲してきたわけじゃないからね。うん、カブトムシ、このね、今回3種類用意しました。で、カブトムシは日本全国どこでも見られる普通のカブトムシです。それがオスとメスが入ってるやつね。で、イエゴもオスとメスが入ってる。で、あのイモムシに関してはオスだかメスだかよく分かりません、うん、っていうのを食べていこうと思います。よっしゃ、食べていこう。イエーイ。じゃあ何から行こうかね。まあ、これ一人何から行きたい？みんな。バンブーワーム？イエコ？どっち？コロギ？コロギ。あ、オッケーオッケー。タケさんは？コロギからでいい？まあ、じゃあ2人がコロギだな。はい。いや、みんなコロギから行くよ。失敗しちゃった。俺も。全部食うの？うん。うん、マジ？まずは待ってよ、匂いからいくよ。どこにある？食レポやん。手出して、これ匂ってみて、この持って器に入ってるよ。竹さんが匂います。竹さんどう匂う？あ、なんかね、うん、ロビンさんテンションが上がってきました。おいしそう、いいね。はい、はい、ロビンさんこれ持って。ロビンさんテンション上がってきました。ロビンさん、ロビンさんこぼさないで、こぼさないで、絶対こぼしたらダメ。匂う？匂うか。どう？うちで買ったコオロギ。はい、うちで買ってました、コオロギ。よくリンリンね、おいしそうな匂いする。いや、これはうちで買ってたのよりいい匂いがする、香ばしい匂いがする。あー、なんかお祭りのイカの匂いする。あ、そうね、そうね、なんとなくね、そういう香ばしい、いい匂いがする。というわけで、はい、ちょっとみんなじゃあね、うん、配るね。はい、手出して、じゃあ竹さん、はい、2個いくよ。はい、はい、はい、ロビさん、2個いくよ。はい、2個、なんで2個？なんで、いけるいける。ちっちゃいだね。そう、触ってみて、どう？感触。見えるの？なんだろう。若葉さん、ありがとう。女です。羽が取れた。まあ、またなんか写真でも後で載せよう、うん、どう？変わった感じ、わかんない？わかんない。あ、うん、昆虫っぽくはないね、うん、いくよ、いっせーので。いくよ、食べるの？食べるの？うん、1匹ずつでも2匹同時でもいいよ、はい、いくよ、はい、じゃあ食べます。はい、はい、せーの。はい、スナックだ、うん、うん、あー、食べた？食べた、うん、美味しいね。どう？いける？いいね。いやー、おいしい。おいしいって言えばいいけど、俺多分カメラ回ってなかったら絶対食べない。はい、タケさんはビールのつまみになるそうです。ぜひ食べてもらいます。いっぱい残ってるんでね、うん、でもこれ、これちなみに退散だからね。どう？お、いくね。どうぞどうぞ、ここにあるんで、どうぞどんどん食べてみてください。退散ね、だいたい 15g 入ってるんだけど、どう？ちょっと結構重くない？いや、重くはないよ、 15g 入ってる、量が入ってるの。ああ、入ってるね。つか、いっぱい入ってるよね。こういうこと、ちっちゃいもんで 15g って言ってもなかなかね、めっちゃ見える。ロビンさんめっちゃ食べてるのよ、うん、お気に入りだそうです。言ってないよね。お気に入りだそうです。もう一個ね、ネットあったっけか。あ、ある。あ、はい、蓋が消えたので大丈夫です。はい、消えました。これそんなことある？
きます。暴力手術。暴力は良くないな。暴力は良くない。なんか残るね。そう、ちょっとね、あの羽が残るからあれね、口潤してね、みんな大丈夫。味は全然良いです。味はいいね、確かにね、うん、まあ、食べたいかっていうと全然わかんないじゃん、これ本当に何だかわかんないけど、うん、バンブーアーム、うん、いきますよ、うん、あ、待って、袋の中に袋が、おお目に見えちゃいけないやつだった、逆に、あ、うん、見て、小袋が入ってます。ないやつや白い塊がいっぱい入ってます。出しすぎだからちょっと出しすぎちゃった。みんなが食べるだよ。あ、でもね、めっちゃいい匂い、爽やかな匂いする。やっぱね、竹のように爽やかな匂いがします。髪だけ変えてみる。爽やか。あ、で、これもぜひ匂いを。あ、はい、ロミさん、ロミさん、まあ、とりあえず、もう食べよう、食べよう、食べよう、うん、うん、はい、はい、はい、おかばさん、はい、おかばさん、はい、だから、おかばさん、はい、おかばさん、微妙です、はい、はい、手出して。いやー、ちょっとバンブーはもう嫌だな。あ、でもね、気持ちいい。何が気持ちいい。気持ちいい。正常な人じゃないよ、ちょっと待って待って、あ、もうラリってるからね。いける？無理しないで。いくねー、つまんねー。大切な人だよ。大切な人だよ。大丈夫、あの、体に害はない。で、これちなみにバンブーアームね、これも大産ね、こっち 10g 入ってますよ、はい、これ、多分ね、シルクアームより美味しいはず。いくよ、みんなで、はい、はい、いただきます、せーの。うん、爽やか。でも後味すっきりしてる。やっぱ塩かけて、塩。あ、そうだね。うん、でもなんか、まずいって感じじゃないよね。なんだろう、じゃ、でも苦くはどっかでなんか食べたことのあるような、なんかコオロギの方が食べやすい。待って、ロミさん、あっちの方が美味しかったね、うん、食べやすい。コオロギの方がうまいじゃない。うん、野菜、そうそう、ロミなの。でも、うん、別に苦くはないよね。苦くはない、うん、甘み、爽やかさはある。あ、でも、なんだろう、これを食べていく時代になってくるのかな。そう、今ね、なんで昆虫食流行ってるかって、うん、まあまあ、ね、まだまだ全然先の未来の話だけども、うん、もしかしたら昆虫を食べないと生きていけない時代になってくるかもしれない、うん、ということでね、うん、そういう時に備えて昆虫を食べれる人は強いよっていうことでね、うん、今回は昆虫食を用意しました、はい、あと最後に駆け足で、うん、駆け足で、実は私とローミーさんもうね、カブトムシちょっと食べちゃってるんですけど、食べたことない、うん、カモンさんに。あ、いいよ、カモン、ぜひ。あ、うわ、切る、うん、ガチじゃん、ごめんね。あ、それは無理だよ。メス、メスだもんで、メスだもんでじゃん。メスだもんで、見える、もうね、ちょっと見た目ごき、あ、あれな、あ、なんて言うな。あ、なね、大丈夫、はいはいはい、はい、見る、せっかくなんでカメラマンさんもぜひ。誰が食べるの、俺本当に。はい、食べたい人行こう。ちょ、あれ、たけさんか、そりゃおかぼんさんだよ。いやー、ちょっと俺はね、ごめん、本当無理だ。聞いて聞いて、はい、ね、ロミーさんと私からの感想ね、うん、メスよ、あ、オスよりメスの方が美味しい。はい、何言ってんの。じゃあマジ、これ、ちょっと言ってよ。あ、じゃあ俺食べようか。よし、まず触ってみて、触ってみて、どう。いや、ガチじゃん、これかわいい。ゲンゴロウみたい。そうね、ゲンゴロウみたいに。かわいいね。これ何、3匹ある。軽い、ね、5、6匹ぐらい入ってて、オスが1匹の、メスが5匹ぐらいかな。みんなで食べました、とても美味しかったです。ちょっと、まあいいや、食べてもらってから、まあ、そうね、そうね。はい、じゃあ、タケさん。はい、タケさん、食べてください。足をちぎりました、どうですか。なんで足ちぎったの。待って、足は硬いです。じゃあ、頭からいきましょう。いきたい、半分食べる、せっかくだから、割って。あ、食べちゃった。よかった。本当に無理だな、こんなこと言わないで、ここに食べてる人がいるんだから。やばいよね。
なんかね、うん、ナッツのね、うん、焦がしすぎたやつを食ってるみたい。あー、香ばしいよね、うん、で、ちょっとゆっくり噛んでみて、多分ね、味が染み出してくると思う。羽根が、これね、羽根と足がなかなか噛み切れないの。なんていう？エビフライ揚げた時にエビの尻尾って最後食べると残るじゃん、口の中に。あれがずっと残ってる。書いてあるもん、なんかエビに近いですみたいな。味は近くないけんね。甲殻類に近い生物だってよ。エビっぽい？言われてみれば。はい、言われてみればエビっぽいそうです。なんか味がどんどん変化していく。はい、竹さん、はい、どうぞ。あ、飲んだ。はい、というわけでまあ、ね、今回は昆虫食を食べました。みんなどうだった？初めての。すごい気持ち悪い。そう、食べたい。いやいや、もういいから。いや、でも食べれなくはない。食べれなくはないよね。初めて食べたけどね、うん、でもなんかすごい進んで食べたくはないけど、まあ興味ある人はね、うん、ぜひぜひ、はい、どうだった、ローミーさん、竹さん。まだ口に入ってた。はい、ロミさんどうだった？食べた感想は、芋虫、コロギ。コロギは美味しかった。あ、コロギ美味しかった。確かに美味しかった、ね。コロギの方がいいね。ね、食べるなら、うん、イエコ、ヨーロッパイエコロギ、おすすめです。ぜひぜひ。はい、はい、コロギが美味しいです。で、まあね、最初に冒頭で言った通り、うん、ちょっとね、冬になるとだんだん生き物とかもね、うん、生き物のことを考えると、うん、連れてきて撮影っていうのが難しくなるので、ね、ちょっとね、お持ちのエキゾチックアニマルチャンネルって枠は、うん、ちょっと今回で終了とさせていただきます。はい、わかりました。まあ次回からまた、はい、楽しい。次回からはね、またちょっと番組名を変えて、うん、ね、趣旨、雰囲気を変えてやっていこうと思うので、食べちゃいけないものを食べてくるっていう。なかなかちょっとこっちも勇気いるよね、なかなかね。そう、いろいろ虫を食べてくる。はい、番組やっていきますんで、やってきますんで、はい、なんか美味しい虫あったらコメント欄にコメントください。ぜひぜひ、何でも食べ、雲以外ならいけます。はい、はい、はい、というわけで、うん、今日は、うん、お持ちのエキゾチックアニマルチャンネル4人で収録します、はい、みんなでね、はい、撮影しました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあねー、終わります。じゃあねー。